この番組は農業生産法人有限会社ドリームヒル、農事組合法人オーシャンリンク、クオリティ&イノベーションコーンズ AG とご覧のスポンサーでお送りします。皆さんお元気ですか？バテていませんか？私はちょっとだけバテてますね。まあ、本州に比べると、それほど北海道の暑さは厳しくないんですけども、それでもなかなか暑いんですよ。そんな北海道から毎週発信、酪農情報専門チャンネルデイリーナビ TV、 今回も酪農に携わる皆さんにためになる情報をお届けしてまいります。今回の特集のテーマは、今こそ頼りになる TMR センターです。 TMR というのは完全混合飼料という意味になりますが、 TMR センターは全国におよそ160カ所、そのうちおよそ90カ所が北海道にあります。その中の一つ、北海道標津町の株式会社防陽アグリワークスをご紹介します。ここでは圧縮梱包でこだわりの新鮮な飼料を供給しています。代表の中条則久さんにお話を伺いました。弊社はですね、平成30年ですかねに、地元の農家さん7軒で、立ち上げた会社となっております。やはり機械の高騰や、いろいろな物資の高騰でですね、個人の農家で収穫作業をやるというのが、ね、かなり厳しくなってきたので、みんなで考えて TMR センターを立ち上げることになりました。従業員は7名で、ここを、稼働しています。畑はですね、作付け面積はですね、約850丁ほどあります。刈り取った草は全部牛に食べさせて、余すことなく食べさせることができたので、まずは第一の目標をクリアしたかなというところです。私たちはですね、従業員さんが働きやすいというようなことをもとにですね、こういった圧縮梱包を使用してます。で、それすることによって、日曜日が休みが取れたり、通常で言いますと1日2回給仕のところなんですけども、我々は1回農家さんに梱包で届けることによって、昼ないし2時ぐらいで大体仕事が終わるように、心がけてます。私たち集まった時に、つなぎ農家フリーストールと、多種多様だったので、やっぱりそこでダンプ配送もなかなか難しいというので、ミキサーで配送もやっぱりつなぎ農家さんがいるのでなかなか難しいというところで、みんなそれぞれ給仕方法が違う中で間を取ると、やはりこの圧縮梱包っていうのが、一番いいんじゃないかっていうところです。そうですね、1日ないし2日ぐらいは持ちますので、持ってったらすぐ巻かなきゃいけないっていうことじゃないので、ある程度時間には余裕あるかなと思ってます。特にここ小田中っていうのは雪、冬は雪がですね結構多く、吹雪も多いので、そういった時に吹雪の前日に作り置きして、吹雪の時は休むとかっていうような使い方もしてます。さて、この TMR センターを利用する構成員でもある農家の方はどのように良さを感じているのでしょうか。小原牧場の小原正則さんにお話を伺いました。結局あれ、日持ちとりあえずできるっていうのと、冬ってすごいんだよね、ここに雪がね。で、配送できない時にはやってもう作り置きして前倒ししてこう配送できるから、そういう面ではいいのかなと思ってるんだけど、それぞれ正直言って圧縮とバラと両方やってるんですよね。でもうちらにしたら圧縮で持ってきたやつを、ちょっと一手間あるんだけども、それを置く場所に困らないしね、
まあ、正直言って収穫作業はまあね自分が出ることないし、あとまあ餌は安定的に来るし、そして成分的にもばらつきがないっていうのかな。あの補助部長っていうの人がいて、まあ、このセンター始まる時にまず各構成員の畑の雑草の状況とか全部確認して、で今度装置更新の順番決めたりして、そして1年目2年目でかなりね一気に装置更新して、そうやってやってきてるんで、品物的にはねある程度一気にこうアップしたんじゃないかなって俺は思ってるけどね。そうだね、あの肥料も2種類使ったり、あとスラリーマークタイミングだとか肥料まくタイミング、刈り取りのタイミングだとかっていうのはもういろいろ考えてやってくれてるから。こうやってセンターというかこの牛舎にして給餌器入れて、やっぱり、正直言って餌やりは楽ですよね、餌のやる回数は今1日7回にしてるのかな、それはあるね。この牛舎の前は60頭牛舎で、まあ、自分で手でやってたんだけども、100頭だったらねでやっぱり回数やれるっていうのがいいなと思って、パセルチがやっぱりまずね新鮮なものをな、まあ、うちは1日7回だけども、やっぱりその都度それなりに、まあ、食い込みはいいと思うんだけどね。もうなんせセンターの餌をいかに腹いっぱい食わせるかだね、それしかないと思ってる。再び中条さんに TMR センターこだわりの餌作りについて伺いました。収穫作業時にですね、やっぱ水分というのはやはりこだわってますね。できるだけ低水分で、サイレージを作りたいっていう取り組みはしてますが、まあ、天候相手なので、まあ、100% ではないですけれども、まあ、それに近いところを目指して頑張っております。そうですね、あの構成員全員でミネラ層を、餌に混ぜて使っております。まあ、硫化水素を抑えるっていう効果を、期待して入れてます。これからやっぱり地域貢献ということでですね、やっぱり離農等々で出た装置、そういうのをですね、あのセンターで引き受けていきながら、まあ、地域貢献できたらなと思っております。機械をですね、やはり高額になってますので個人で持つっていうのはなかなか難しくなってます。でやっぱりセンターで持つことによって7件で持つので、まあ、7分の1になりますから、やっぱりそこで少しでもまあ投資金額を抑えれるのかなというふうに思ってます。中条さんはそれぞれの酪農家が抱えている不安や負担を軽減するために、まあ、構成員が TMR センターを作って、それによって持続可能な酪農を目指す決断をしたそうです。牧場としては個体管理と搾乳に専念できるわけですから、まあ、TMR センターの役割、これは本当に大きいですよね。防用アグリワークスでは今構成員の仲間を募集中ということですので、こちらまで皆さんどうぞ。以上、特集お送りしました。全国の酪農家の皆さんが撮影した動画や写真をご紹介するもっと知りたい遊牧場、今回はこちらです。富山県富山市の田園に囲まれた地区で3代半世紀ほど続く武田牧場。ジャージー60頭、ホルスタイン60頭を飼育するファミリーファームです。武田牧場の牛たちは富山県のシンボル立山連峰の
清らかな雪解け水を飲んでいるので健康に育って、美味しくて新鮮な牛乳がたくさん取れるんだそうです。武田牧場の貫乳の牛群は通年放牧されているということで、涼しげな夜の放牧タイム、暑い日の夜は気持ちよさそうですよね。でも何と言ってもお疲れと言ったらやっぱり出産後、こちらの可愛い子牛のお母さんはウイザンで寝たまんま搾乳しています。もう立つだけで疲れちゃいますもんね。でも搾乳後は立って目をつぶっていたそうですよ。体が軽くなって眠たくなったのかな。本来なら立って搾乳して疲れて寝転がっちゃうっていうところなんですが、逆言ってますよね。本当にお疲れ様です。さあ、ゆう牧場では皆さんの日常の牧場エピソードなどもお待ちしていますよ。ぜひ送ってくださいね。続いてお知らせです。全国版の酪農情報専門誌デイリーマン8月号はただいま発売中です。8月号は求められる環境調和型酪農、徹底農場防疫などが紹介されています。全国版の酪農情報専門誌デイリーマン購読ご希望の方は、こちらデイリーマン社のホームページにアクセスしてお申し込みください。では皆さんにプレゼントです。抽選で10名の方にデイリーマン8月号をプレゼントします。読んでみたいという方はこちらからご応募ください。番組ホームページに応募フォームがありますので、こちらからお気軽にご応募くださいね。お待ちしています。今日はデイリーマンの中島さんがスタジオに来てくださいました。こんにちは。よろしくお願いします。中島さん、今日は何やら武装なものがありますね。ちょっとこちら人を狙うものではないんですけども、こちら黒いなんかトリガーみたいなことついてると思うんですけども、こちらがですね、スプレーに取り付けるものになってまして、実際スプレー持ってきてるんですけども、カチッとはめるだけで、このトリガーを押すとスプレーが出るような仕組みになってまして、すごい楽ちんでこうどこにでも使えるようなものになってますんで、いや、これ確かにこういうスプレーのね、頭の部分ってちっちゃくってずっと押してるとこの指が痛くなるんですよね。長い時間だとね、はい、特に。でもこれだったら小さな力で長時間シューッと続けられると、はい、便利なものできましたね。そうなんですよ。こちら便利な、これいつまででも多分できるんじゃないかなというふうに思うんですけども、はい、こちらはですね、今回うちでまだカタログにも載ってない新商品でして、はい、興味がある方はですね、デイリーマンの今表示されている電話番号の方にご連絡いただければと思いますので、よろしくお願いします。はい、中島さんでした。ありがとうございました、はい、ありがとうございます。さて、デイリーナビ TV 次回の特集はこちらです。北海道の東部の中標津町で搾乳ロボットなどの省力化機械やスマート技術を駆使した生産性の高い酪農経営の実現と、生乳を生産しながら実証を行うファームノートデイリープラットフォームを取材しました。さまざまな取り組みをしているファームノートですが、今回はゲノム検査による牛群能力の底上げについて伺いました。今さら聞けないゲノム検査を分かりやすくご紹介します。お楽しみに。お送りしてまいりましたデイリーナビ TV、 番組公式サイトでは番組のバックナンバーのほか、スポンサーのウェブサイトともリンクしていて、最新の製品情報などもチェックできます。酪農を取り巻く環境は厳しいですが、デイリーナビ TV がさまざまな情報提供の場となって、酪農家の皆さんがこの苦境を乗り切るお手伝いができればと思っています。
酪農情報ニュースでは特集に関連した情報や魅力的な情報を提供していますので、ぜひこちらも活用してくださいね。そして番組公式サイトでは今ご覧になっている YouTube チャンネルよりも一足早く最新作を見ることができますので、ぜひこちらもご覧ください。それではまた次回のデイリーナビ TV でお会いしましょう。この番組は農業生産法人有限会社ドリームヒル、農事組合法人オーシャンリンク、クオリティ&イノベーションコーンズ AG とご覧のスポンサーでお送りしました。